コミックゼロサム。貴族ってアホだな。わかりみ、今の僕はそれで正解だよね。これでいい、もう帰れ。足りる？薬を買うには十分だ。ほーん、よくあるよね、貧困層の人がお薬を買えないこと。そういうのってお父様に言ったらどうにかなるのかな。うーん、ならないかな。お父様は体育会系だし。気合い。今日はひとまず帰ろう。じゃあ僕は帰るね。ああ、気をつけろよ。ねえねえ、君はいつもここにいる？たまにな。じゃあまたね。ああ。悪役のご霊息のどうにかしたい日常。坊ちゃま、お探ししました。キティ奇神、やっぱり我が家が一番。帰りも暗くて怖いよ。うわ、いたのか。はい、セブラン様。お、うん、セブランお兄様は僕より7つ年上の取り合いなき次男。いたずらっ子め、探したぞ。申し訳ありません。どこで何をしていたかは聞か。その服はどうした？お、聞かんって言おうとしたのに。フラン、何があったか言いなさい。ハトにあげました。は？いける、ハトが欲しそうだったのであげました。ボタンってお豆みたいでしょ。ああ、フラン、いいか、ハトはボタンは食べない。うん。なぜならボタンは豆でできていないからだ。ああ。うん、ちゃんと勉強をしよう。お兄様も付き合うから。家庭教師を。ガチめに頭が悪いと思われた。わあ。うん？汚れている。クリーン。ありがとうございます、セブランお兄様。お勉強の前にお風呂に行きたいな。魔法があるからお風呂に入る必要はあまりないんだけど、前世を思い出してから一日一回お風呂に入りたくなるんだよね。今からか？はい、セブランお兄様に綺麗にしてもらったけど、綺麗になったからこそ今からお風呂に行きます。そうか、では僕も行こう。あ、ご一緒ですか？ああ、一緒にだ。セブランお兄様とお風呂。お風呂が広いからちょっと寂しかったんだ。はあ、嬉しい。フランは入らないのか？お父様に大きいお風呂はダメって言われました。フランは小さいから溺れそうだ。湯船はよせ。入りたいなら父を呼べ。っていうのに仕事で家にいないっていうね。フラン、何でしょうか？こちらの大きい風呂に入りたいとは思っているのか？入りたい。前の僕だったらきっとやらかしてキティたちがクビになるんだ。が、我慢できます。うん。お？うん、これもなかなか楽しいかもしれない。お、ただ肩が冷えるな。わ、そう、そうです。あの、こうしたらいいんです。あー、フラン、お兄様は体が桶にはまらない。あ、じゃあ僕がお湯かけてあげますね。お湯加減いかがですか？ああ、とても気持ちがいい。もっとかけますか？かけますね。ありがとう。フランにもかけてあげよう。わー、セブランお兄様とお風呂に入るの楽しいです。そうだね、僕も楽しいよ。大きなお風呂はもう少し我慢しておきなさい。お兄様が何とかするから。あ、はい。チャンネル登録はこちらです。おすすめ動画はこちら。グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。